はい、どうも皆さんこんにちは。今回はスカイトレードの前回の続きからやっていきたいと思います。前回はあちらのいるね、商人が2人いる島のところにこの土ブロックで橋を作って、あとはねこちらの方にも橋を作ったところで終わりました。第1回目で商人との取引で一つしかね、交換するものがねなかったと勝手に思ってたんですけど、実はね他にもね商人さんはね交換できることが分かりました。例えばこのセルウッドという商人に関しては、こいつは丸石だけだったっけな、丸石だけなんですけども、こちらの、バイファームサプライズの商人に関しては、はい、この骨粉しかないと思ったんですけど、こちらの部分をクリックすると、土に交換できたり、あるいはね、苗木にも交換できるということが分かりました。はい、こんな感じで、交換する商人によっていくつかもの他にも交換できるという感じでございました。はい、であちら側のね商人ですね、こちらの商人に関しては、はい、石炭しか交換できないと思ったんですけど、他にもね鉄鉱石、金鉱石、黒曜石、ね、ダイヤモンド、あとはエリトラとかね、空飛ぶ羽ですよね、マントみたいなもんですけども、こういったものとかビーコン、エンダーアイまで交換できると。それだけねレアなものになってる、ダイヤというねレアなものになってるんですけど、こういったものとも交換できるということが分かりました。はい、で今日はねあちらの方にいる商人の島に橋を渡していきたいと思います。はい、では早速行ってみたいと思いますけど、あっちでも何もないよね。とりあえず今日はじゃああっちに行きたいと思うんですけど、収録外で丸石をね結構集めたんですよ。この木を伐採する作業を何回も何回ももう作業を繰り返して、そして丸石にどんどん交換して、今はかなり溜まりました。溜まったものがこれだけですね。64個のこのストックがたくさんある、スタックがたくさんあるのでいけるんじゃないかなと。なんだったらあっちの島に加えてあっちの何もないような島にも行けるかもしれないんで、ちょっと楽しみ。じゃあ行ってみたいと思います。まずは丸石を64個、64個あれば足りるかなと思うんで、これだけ持っていきたいと思います。はい、はい、到着しました。早速なんですけど、牛がいることが分かりました。この牛はね絶対落としちゃいけない貴重な資源ですよね。どうすればいいのかな。こいつ、ちょっと待って、落ちんなよ。え、マジか、落ちたわあいつ。どうすればいいのかな、なんとかなるのかな。やっちまったな、落としちまったな、ちょっと大ショック。なんでここにロープでくくりつけておかなかったんだという話ですよね。しょうがないですわ。一回戻ろうかな。いつの間にか木育ってる。あら、羊がいる。あ、しかも鶏もいる。どういうことなんだろう。これめっちゃ貴重やん、これ。これ、急げ。あ、木がない。木全部、ちょっと君たち、マジで落ちないでね、本当に。え、どっから来たんだ?生まれたのかな、どっかから。天の恵みだわ、牛が落ちたと思って、もう終わったと思ったら、家畜が出てきてくれたな。うわ、あんなとこ嫌がるな。どうしようかな。
はい、若干ね、ここの真ん中の島の面積を増やしました。こうすることで畑を作ったり家畜もちょっとは置けるようになるんじゃないかなと思うんですけど、この辺を全部木の柵をね作って、家畜が来た時に家畜が外に落ちないようにしたいと思います。あとね、結構長時間やってるんですけど、まだお腹は空かないですね。おい、マジか、最悪や、最悪なこと起きたわ。何それ、ちょっとだいぶロストしたんじゃないかな。あー、ちょっとはあるけど、いやもうこれはやっちまったな、完全に。貴重な石、この辺の土全部吹き飛んだわ。どうしてくれんすか、大変なこと起きましたわ。しょうがないから、あっちの商人のこの土の部分取らせてていただくわ。もう原木をねかなりカットしました。で、結果ね結構溜まりましたね。チェストの中に入れました。全部で128の192個カシの木の原木が集まりましたので、ここでもうちょっとこの辺のものをね、この辺心当たりを補強していきたいと思います。はい、よし、これでカシの木の柵のゲートできたんで、ちょっとはこのここら辺の敵の侵入を防げそう。 OK、 これで大丈夫ね。よし、あ、ここも作っとこう。 OK、 これでこの辺だいぶ揃っいい感じに囲ったし、あとは湧き潰しをちょっとすればいいぐらいだね。あとはあっちにどうやって行こうかな、足りるかな。あ、骨粉入れとこう、なくなったら悲しいんで。よし、じゃあ行きます。だいぶ来たけどね、まだあるね。あ、ちょっと待った、スパイダーが湧いてるね。商人いるわ、2人ほど。あといたんだ、遠くから見えなかったわね。あ、ロバかな、あれロバっぽいのいるぞ。お、囲ってある、ナイスじゃないですか。セルアニマルプロダクト、アニマルプロダクツを売ってるのだ。こっちがアニマルサプライズ。はい、こんにちは。はい、こんにちは。はい、こんにちは。あ、乗れる。でも乗ったところで多分君落下死する運命だからね。ごめんね、ここにいていただくわしばらく。なるほど、ここは家畜関係の島ですね。なるほど、今日はねこの4つの島全部つなげたところで終わりたいと思います。はい、では今回もご視聴いただきましてありがとうございます。それではまた次回の動画でお会いしましょう。